飯能市役所インフォメーションをお送りします。9月1日は防災の日です。日頃の備えで災害時に命を守りましょう。災害から命を守るには災害発生前の早めの避難が何よりも大切です。激しい雨が予想される時などには市から避難情報を発令する場合があります。ご覧のテレビやラジオ、市の情報発信サービスなどをご利用ください。災害に備え、ご覧の事項にご注意ください。住んでいる場所が土砂災害の危険区域に指定されているか、土砂災害ハザードマップなどで確認しましょう。日頃から避難場所や経路、安否確認方法について家庭や地域で話し合いましょう。雨の降り方などに注意し、テレビやラジオで気象情報を確認しましょう。山鳴り、木の裂ける音、異常な匂い、川の濁りや増水など普段と違う現象に気づいたらすぐ避難しましょう。災害が起きたとき、高齢者や障害がある方など自力での避難や情報収集が難しい方は災害時要援護者リストにご登録ください。市では事前に情報を登録していただき、自主防災組織、民生委員・児童委員などの地域の支援者、警察・消防などと情報を共有しています。災害時要援護者リストの対象となる方はご覧の1から8のいずれかに該当する方で、自力で災害から身を守ることができない方です。リストに登録を希望される方は自治会回覧などでお知らせしますので、支援が必要な方は登録書に記入の上提出してください。また緊急情報キットを活用してください。緊急情報キットとは、災害時や緊急時に駆けつけた救急隊員などがかかりつけの医療機関、服薬、持病などの医療情報を医療機関などに伝えるためのものです。キットをお持ちでない方は市役所危機管理室、介護福祉課、各地区行政センター、飯能駅サービスコーナーで配布していますのでご活用ください。9月9日は救急の日です。また9月9日から15日は救急医療週間です。この機会にぜひ健康管理について考えてみましょう。この時期は急激な気温の変化により体調を崩す方が増加します。自身の健康管理や医療について見直しましょう。かかりつけ医を持ちましょう。気軽に健康・病気の相談ができるかかりつけ医を持ちましょう。適切な病院の紹介や薬の相談にも乗ってくれます。できるだけ診療時間内に受診しましょう。体調がおかしいなと思ったら昼間など早めの時間帯に医療機関を受診しましょう。必要な時に必要な人が利用できるよう救急車の適正利用にご協力をお願いします。平成29年中の救急車の出場状況についてお知らせします。飯能市を含む管轄5市では36,673 件で、1日あたりおよそ100件の出場となります。搬送された方は32,465 人で、住民の24人に1人が救急搬送されている計算です。件数の上位は急病が 63.2%、 怪我が 14.6%、 交通事故が 7.9% でした。まずは病気を予防しましょう。手洗い、うがい、食事や運動などの生活習慣を見直し、健康診断を受診することで病気の早期発見、早期治療につながります。飯能日高消防署では救命講習を開催しています。応急手当の知識を深め、何かあった時に対応できるようにしましょう。
お問い合わせは飯能日高消防署消防管理課へお願いします。9月10日は下水道の日です。日常生活を送る上で不可欠な下水道について、ぜひこの機会に考えてみましょう。なぜ9月に下水道の日があるのでしょうか。道路や宅地に降った雨水を速やかに排除して浸水から町を守るという下水道の大きな役割の一つである、雨水の排除を果たす台風シーズンである9月が下水道について考えるいい機会だからです。全国では集中豪雨が増加し、甚大な被害が発生しています。また、都市化の発展により、地表面がコンクリートなどに覆われたため、以前は地下に浸透していた雨水が短時間に多量に流出したりするなど、全国各地で大量の雨水による浸水被害も起きています。浸水被害を防ぐ方法として、私たち一人一人ができることは、宅地内の雨水を地中へ浸透させる雨水浸透施設を設置し、それを定期的に清掃し維持管理していくことや、雨水をためて庭の散水などに利用する雨水貯留タンクを設けることがあります。一つ一つの施設は小さいものですが、地域の皆様がそれぞれに取り組むことで大きな効果につながります。ぜひ安全安心な飯能市を実現するためご協力をお願いします。9月10日から16日は自殺予防週間です。誰も追い込まれることのない社会を目指して、この機会にぜひ自殺予防について考えてみませんか。平成29年の自殺者数は 21,321人となっており、減少傾向にあるものの、社会的な対策が必要な状況が続いています。平成29年12月に実施した生きるための支援体制の構築に関するアンケートの結果から、市民のおよそ6人に1人が身内の自死を、およそ3人に1人が身近な人の自死を経験していることが分かりました。一人一人が自分ごととして命を大切に見つめ直してみましょう。うつに関する相談会を開催します。開催日時は9月10日月曜日13時15分からで、会場は保健センターです。対象は悩み、不安、原因不明の心身の不調が見られる方とその家族です。お申し込みは健康づくり支援課へお申し込みください。主外相談を開催します。開催日時は9月21日金曜日14時から16時で、会場は総合福祉センターで、対象は身近な人のお酒の問題で悩んでいる方やお酒をやめたいけどやめられない方です。NPO 法人埼玉西部断酒ヒューマニティグループが相談に対応します。こちらもお申し込みは健康づくり支援課へお願いします。うつ病体験者と家族の集いを開催します。開催日時は10月15日月曜日14時から15時30分で、会場は保健センター。対象は市内在住で精神科、心療内科などで気分障害と診断を受けた方とその家族です。うつに関する相談会、主外相談、うつ病体験者と家族の集いとも、お申し込み、お問い合わせはご覧の健康づくり支援課へお願いします。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。